伊勢海老祭り玉串奉納の用水伊勢海老祭りは、三重県島市浜島町浜島で、毎年6月の第1土曜日に開催される祭り。中日新聞社が講演している。1961年に始まった伊勢島に、初夏の到来を告げる祭りである。祭りの開催月である6月は、伊勢海老の近霊期にあたり、 伊勢エビをはじめとした海の幸への感謝と豊漁を願って再興される。また、六の形は伊勢エビがを丸めた姿によく似ていることから六月開催になったとも言われている。伊勢エビの町として地域活性化を図ってきた旧島郡浜島町を代表する祭りで2011年で51回の開催を数える。浜島海浜公園を主会場とし、 約2万人の人出がある。主催者は、浜島町伊勢海老祭保存会。2004年の島市発足以降、行政からの独立が進められており、2007年は、島市より補助金490万円を支給された。地元の島市立浜島中学校ブラスバンド部は、OB らと共に BGM として演奏を行うなどして、祭りを盛り上げている。 浜島町、浜島の黒崎海岸で営まれていた水産物の代表としての伊勢エビへの感謝を示し供養する祭典に昭和30年頃に観光振興を意図して行われていた浜島温度の道中踊りを取り入れ1961年6月6日に初めて開催した。当時の浜島は1959年の伊勢湾。 台風や1960年の地理地震に伴う津波で街が疲弊しており、浜島の再生の思いを込めた祭りとして始められた。この時には、急き姿の天50人が出演した。試行錯誤を繰り返し、会を重ねる中で、祭りの形は変わっていった。1989年からは、国道260号に夢街道の愛称が付けられたのを機に踊りなどの、 模様がここに移り、1991年には、大谷浜海水浴場に、主会場が移った。また、同年に、ジャコッペ踊りが創作された。2002年には、バリアを助けたいという会場ボランティアが結成されたほか、車椅子でも、ジャコッペ踊りのパレードに参加できるように配慮するなど、祭りのバリアフリー化が試みられた。2010年には9時から、物販市を開催し、 夜9時まで続く祭りになった。また、タレントの稲川淳二が盛り上げ隊長として参加した。2011年には、島弁で、元気や、やる気を意味する、やいきと書かれた、T シャツを400枚販売し、収益金は、東日本大震災の復興支援のために、日本赤十字社に帰宅した。また、島市内の各町の踊りを披露する、島の祭りが、 初めて開催された。伊勢海老祭りは毎年少しずつ変わってきている。以下には2003年6月7日の第43回の様子について記述する。この回の人出は約4万人であった。体長6.5メートル、重さ450キログラムのハリボテの伊勢海老みこなど、伊勢海老祭りには特徴的なものがいくつか見られる。 ジャコッペ踊りを踊る園児浜島幼稚園の園児による、ジャコッペ踊りの様子。男児は、伊勢エビ、女児は、アマの格好をして踊っている。1991年に、阿波踊りをベースとして創作され、小エビが飛び跳ねる様子を表現した踊りである。軽やかなリズムで、伊勢エビバシに合わせて踊る。ジャコッペとは浜島方言で、エビの稚魚を意味し、 本来は子供たちによって踊られるものであった。伊勢海老祭りの際に披露されるものであるが、1994年には、第45回 NHK 紅白歌合戦、2006年には、伊勢お祭りでも、ジャコッペ踊りが披露された。2010年の、第50回には、子供ジャコッペ踊りのほか約1500人が練り歩く、ジャコッペ踊りパレード、ジャコッペ踊りコンテストが開かれた。 伊勢エビを出汁に使った味噌汁であり、海の長老にあやかって、長寿汁と名付けられた、浜島の新しい名物である。以前は、伊勢エビ祭りの際に、無料で振る舞われていたが、現在は有料である。伊勢エビ祭り以外でも、浜島と関連するイベントで振る舞われることがある。徳島県天郡南町で開かれる、雪伊勢エビ祭りでも、 伊勢海ビを使った同名の料理が振る舞われているが、浜島のものとは無関係である。ありがとうございます。